赤部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では155番目に置かれる。赤字は赤色を意味する。大と火を組み合わせた回意文字であり、火の色と引き伸ばして赤色を意味するようになった。また、赤字には生まれたての英字の意味があり、赤語といった熟語を作る。また、形容詞として何もないという意味があり。 引き伸ばして、動詞として、殺し尽くすこと、滅ぼすことを意味したり、曇りのない純粋な心や、忠誠心、裸などむき出しの様を意味した。その他、貨借儀として、席に通じて、スパイを、尺に通じて、長さの単位を意味することがあった。なお赤という色彩を表す字はいくつかあるが、それを深い色から浅い色の順に並べると、紅、朱、赤、丹。 紅の順であった。しかし、赤と紅は、中古には混同されるようになり、赤色はもっぱら、紅れ字で表されるようになって、現代に至っている。このため日本語に入ってきた赤色に関する熟語でも、先進、関内文献に由来するものは、赤字が使われるが、投資など中古文献に由来するものには、紅い字が使われていることが多い。ただし、日本では、 これら熟語を別にして、公色といった場合、上古の時期である薄い赤でも、中古の時期である赤でもなく、先行色すなわち鮮やかな赤色を指すので注意が必要である。変貌の意図としては赤色に関することを示す。この時左側の辺の位置に置かれ、左右構造を作る。赤、ありがとうございます。